トラックの助手席に乗っている大型犬から頭を叩かれたことがある。注意力が足らないゆっくり霊夢です。叩かれたってのは語弊があるけどな。自分の車の横に止めてあるトラックに大型犬が乗っていてかっこいいなぁ、とガン見してたら空気用にちょっと開いてある窓から思いっきり手を伸ばされて突っ込みをされたんだぜ。人の車をじろじろ見るのはあまり良くないことだなぁと思ったマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは何度も後の文を幾度となく退け効果を守った名将、文平を紹介するわ。この人も三国志に結構多くいる主君を変えて大成した人物の一人ね。攻撃の名将じゃなくて主戦の名将か。戦いってのは攻めるよりも守る方が難しいって話をよく聞くよな。守りで名を残しているってことは相当な人物なのか。彼の守りも鉄壁だけど、また彼の忠義心も一流なのよ。この二つを兼ね備えているからこそ名将と呼ばれてるんだけどね。さて改めて紹介する男は文平、あざなお忠行。主君に忠誠を誓って裏切るような真似を決してせず、圧倒的な不利な状況でも敵軍を退けた名将。彼は一体どういった人物なんだ。文平は慶州南陽軍出身の人物で慶州牧の有能に仕えていた男よ。彼は有能から認められていたようで、大将として北方の守備を命じられたみたい。おそらくは曹操軍の対策のためじゃないかな。しかし、208年、曹操が慶州に攻め込んでくると主君の有能が病死。有能の後を継いだ有能は戦わずに、降伏することを決断したわ。本当は曹操と戦って慶州で独立したかったようだけど、臣下たちからめっちゃ説得されて降伏の道を選んだようね。慶州で半ば独立していた主君である有能が亡くなり、そして偶然にもそんな中曹操が大軍を引き連れて進軍してきた。これは偶然だが、昔の人風に言えば天が降伏しろ、と有能に伝えたのかもしれないな。曹操はここで文平を呼んで行動を共にしようとしたみたいね。しかし文平は、私は州を守るという任を全うできませんでした。座して罪を待ちます、と答え曹操の元には行かなかった。曹操が関水を渡ってからやっと文平は曹操の元を訪ねたのよ。だから曹操は、なんで来るのが遅れたのか、と聞くと文平はこう答えた。私は亡き主君である有能様を補佐して朝廷にお仕えさせることができず、慶州が陥落したとはいえ、完全に頼って国家の領土を守るべきでした。生きては有能様に背かず、もし死んだとしても亡き有能様に恥じないような死をするべきだと常々思ってましたが、私の契約は失敗しこうせざるを得なくなりました。私は生きているのにもかかわらず、有能様に降伏という決断を選ばざるを得ない状況を作ってしまいました。それがあまりにも悔しく、そして情けなく今日まで曹操様に合わせる顔がなかったのであります、と答えたの。文平はそれこそ命を懸けてこの慶州という土地を守る覚悟があった。もし慶州を落とすようなことがあれば、死んで先君の有能に詫びに行く覚悟も。でも実際は有能は降伏して、自分は戦いすらもできずに生き延びてしまった。やるせないんだろうな。文平は言葉を述べている最中に涙を流し、声が詰まった。曹操は文平の言葉を聞くと胸を打たれ、忠行よ。忠心とは君のためにある言葉だ、と彼のあざなを呼んで褒めたたえ彼を礼遇したの。そして文平に兵を授け、曹仁の弟の曹純と共に逃げた劉備の追撃をさせたみたい。その後、曹操は正式に慶州を平定したんだけど、甲賀軍は後と隣接していたのでそこに住んでいる民は戦いが起きるんじゃないか、とそわそわしていた。だから慶州のことを知り尽くしている文平を甲賀大主にして、有能の旧臣や兵士を彼に預け後との国境付近のことをすべて彼に委任したの。降伏してきた男なのに曹操はものすごく、彼のことを信頼しているわねー。ついで、文平は寛大公に報じられたみたい。先の降伏の言葉には説得力があったし、曹操様は文平の忠義に胸を打たれた。そんな彼にならば慶州を任せられるってわけか。しかも彼は有能の旧臣で曹操様たちよりも慶州のことは詳しいわずだしな。その後文平は学臣と一緒に陣行で関羽を破り、
その戦いの功績で延寿帝侯になり東逆将軍に任命された。そして関羽の主張を貫通で攻撃し、関羽の船を形状で焼き払ったの。220年、曹丕が皇帝に即位すると文平は長安豪公に報じられて仮説を与えられた。本格的に慶州の管理を任せられているわ。そして夏侯尚と共に公領包囲戦に参加した時、文平はそれと並行して別動隊を率いて弁公に駐屯する任務を与えられた。赤門に駐屯して賊軍の侵攻を見事に防ぐという功績を残した。だから彼は後将軍、新野公に報じられたみたい。とてつもなく強いわ。一度目は戦うことすらもできずに降伏したが、実際戦えばこれほどの功績を残すことができるわけだ。その後、孫権は5万の兵を率いて自ら赤陽で文平を包囲したことがあった。孫権の攻撃は凄まじかったけど文平はこれを固く守って退けたの。孫権は20日も文平軍を包囲したものの動揺する気配がないので撤退を決断した。文平はその隙を逃さず撤退した孫権を追撃して大いに破ったの。孫権をコテンパンにして二度と攻めてこないようにさせなきゃいけないからな。義略という書物の中ではもうちょっと詳しくこの戦いのことが書かれており、この時の戦いでは孫権側にも勝算があり、この時大雨が降っていて城柵がぶっ壊れていたのよね。文平は民たちの田んぼや畑の修復を最優先にしており、お城の壊れた柵は未だ放置されたままだった。こんな時に孫権が急に攻めて、来たという報告を文平は聞いて、今の状況では、孫権には勝てない、と思ったの。お城の守備は万全じゃない。このままじゃ孫権の数のゴリ押しで城が落ちてしまうぜ。どうこれをしのぐべきか。文平はじっと策を練り続け、たった一つだけやっと策を思いついたの。孫権に迷いを与えるしかない、という曖昧な作戦をね。そこで彼は孫権が攻めてくる、という報告を聞いても城の人と会おうともせず、果てはベッドの上からも動かなくなったの。はぁ、何をやってるんだよ文平は。城主がこんな態度をとっている奴だと知れば孫権は危機として攻めてくるぞ。まあ話はそんな単純なものではない。五軍はかつて文平に負けた過去を持っているわ。当然孫権は文平を疑った。おかしいではないか。義は彼を中心であるからこそこの軍の守備を委任した。しかし彼は我が軍が接近しても動く気配も見せない。大方、援軍を密かに城の中に入れたか、外から援軍が、来ることになっているのだろう、として孫権は戦わずに撤退しているわ。この場面に歴史家の廃将氏は噛みついていて、陳寿の話によればこの戦いは、文平が20日間防衛し、孫権を追撃して破ったことになっているが義略だと文平は孫権を退けただけで破ってない。矛盾してんだろがってね、まあ資料によって戦いの詳細が違うのはよくある話だぜ。ただ、この二つの歴史書の共通点は文平が孫権を退けたことだけ。それだけは事実だと思って良さそうだな。文平が甲賀の守備について数十年、武威と恩徳によってその名声は敵国にまで響き渡り、賊はこれを恐れて侵入することはなかった。その後文平は亡くなり曹公という送り名をもらったみたい。陳寿は彼のことを、衆軍を守り、威厳と恩恵があった男、と評価しているわ。ご愛くどとなく義に攻め込んで領土を広げようとしてきた。この覇業を阻止したのは文平だと言っても過言ではないわずだぜ。いかがでしたでしょうか、今回の人物は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。忠義心と能力が抜けていた男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。